どうも、かりんとうです。皆さん、僕はね、手に入れました。ついにご覧入れましょう。安月炎茶物干し、これやばないですか、このオシャンティーな感じ。この光り方、最高だな、これ。イカッシュ、もうイカッシュ、もう噛んじゃうぐらいイカス。ということでね、ちょっと使用感確かめるのも兼ねてね、すごいやつ呼んじゃったな。すごいの来たな、これ。何こいつ。ちょっと使用感確かめようと思ってるんですけど、なんか適当に呼んだのがすごいやつだったな。来ないの？何こいつ。まあ、とりあえずあいつを生ゴミにしてから話しましょう。そうしよう。あしね。逃げんの？嘘、こいつめんどくさ。めんどくさ。何こいつ。最低のやつ呼んじゃったな。はあ？ふざけんなよ、こいつ。マジで何なんだよ。ふざけんな。なんだこいつはよ。なんでこんなやつがいるんだよ、サリウラはよ。お前、普通に呼んでんですけど、赤サイン書かないでくれる？あなたはね、マジで。さてね、さっきはとんでもないクズ変態を呼んじゃったんでね、気を取り直していきましょう。何なんだあいつ、ほんと。あいつなんだ、見た目からしても完全にこう煽ってたから、もう完全にあれ、ここであのフォースで、あそこで落とす？さっきの僕みたいなおバカさんを 自分で言うのも悲しいが、僕みたいなおバカさんを落とす、おっと、お、びっくりした。また次は勝ち込んでくるタイプかと思ったわ。びっくりした。もうサリウラの民度こんなんだったっけと思ったけど、よかった。よしよし。ちょっとね、気を取り直して、これが1戦目って感じで、1戦目って感じでいきましょう。危ねえな。なんでチェーンしなかったんだろう。怖いね。あれ怖いね。いいよ。残念。はい、残念。あれ、嘘か。マジか。嘘かって。 マジだよ。あれは確実いけたと思ったけどな。後出しになっちゃうんだよな、こういうやつ相手だと。もう完全終わったな、これで。ありがとう。ちょっとね、特大券相手だとどうしても後出しになっちゃうんですよね。なんか申し訳ないんですけど、これはね、しょうがない。だって普通に勝ち込んだらさ、負けんじゃん絶対。なんか後出しやろうとか言わないで。とりあえず暗月炎茶のね、おしゃれさを知ってほしい、皆さんに。かっこいいでしょ、これ。攻撃力はね、まあそこそこだと思うんですよね、正直。さあ次行こっか。さあ、もうさっきの初めのはなし。このままね、エストが切れるっていうかね、何連勝できるかちょっと皆さん見ててくださいって。もうサインの少なさ。 完全かそってるよね、これね。うわ、できんかったし。うわ、どうする、これ。これラス1だったんだぞ、この方。ラス1。キノコマンのあれ、暗月炎茶の強さ検証もう終わっちゃうじゃん、これで。 マジか。 マジか、これ。うわー、来た来た来た、よかった。時間差できた。もう誰でもいいか、早く。俺が一番早く取る、あなたを。よし。とりあえずね、攻撃力がね、とりあえず素の状態だと329なんで、あんま強くないよね、やっぱり。ステータスがどうしてもアンバサ気味なんで、アンバサ気味というか、もう完全アンバサなんで、攻撃魔法を持たない、バフエンチャだけするアンバサって感じで作ったんで、っていうか、もう物押し、暗月物押しやりたいだけで作ったキャラなんで、そこはしょうがないんですけど、まあ、エンチャ一応切れた時用に、雷のロスリック騎士の直径は持ってます。雷派生にしたらね、信仰 S なんでね、もう S っていいよね。もう S 級の信仰心。そういうことでね、僕の信仰は S 級ということですね。つまりそういうことなんですけど、まあ、暗月炎茶切れた時用にね、まあ多分怠慢だと、炎茶切れる前に多分勝負どっちか死ぬと思うんで問題ないと思うんですけど、侵入とかするときちょっとあれかもしれないですね。ちょっと弊害出るかもしれないですね。さあ、やりましょう。もうそこ行く感じですか？じゃあ、やらさせてもらっていきますか。挨拶しない感じか。これ狙ってるから。もう、嫁。もうね、大体わかんだよな、本当に。本当にわかる。で、次はさ、パリに見せて振ってくるからさ、普通につくんだよ。ね？でしょ？もうわかってんだよな、完全に、動きが。で、次はパリするよ。え？何なの、こいつの動き。エストは飲まないんだ。まあ、エスト飲んでも。飲むんかい、カス。エスト合戦で勝てると思うか、まず。このホスト相手にね、あなた。はい、残念。どんどんエスト消費しなさい、あなたは。はい、残念。遅い、遅い、遅すぎる。遅すぎる。動きがお粗末だな、ほんと。はい、パリ来るぞ。はい。はい。
弱すぎんだろお前、わかりやすぎんだろ、マジで。もうこれもうマジ生ゴミになる、生ゴミに。あーもうこいつ何なんだろう、そんな負けたくないか。うん、何こいつ、いた、この僕が食らうとはな。いた、まあ、エスト合戦なら負けねえからいいけど。いい範囲ね、範囲、範囲、範囲おかしいだろお前。ん、飲むわ、お前の目の前飲むわバカ。あーふざけんなお前よ、こっちでやってやるよ。じゃあよ、あぶね、うん、危ない危ない、やってやる。もうこれはね、エストがないんで、エストがないっていうか、はいはい、お疲れ、はいお疲れ。バカだなこいつ。かすみを、かすみお似合いの死に方でしたね、皆さん見ました。うん、僕に突っかかるとこうなんの。うん、かす野郎しんどけ。ほんとあの雑魚にもってこいの死に方だったな。うん、見ましたね。ちょっとね、ちょっと後半若干グダったけど、もう動き完全読んだって、読んでたでしょ。あんなね、もう本当にね、ああいう民度が低いやつはね、スキルの質も低い。わかる？うん、カスくん。二度と来んじゃねえよ、カス。っていうかもう初めのやつといい、とんでもねえな、これ、民度が。やばすぎんだろ。サリウラやばすぎんだろ、マジで。森よりひどい気がするな、これ。タイマンさえもこんなになっちゃった？なんか、かそってきたら、すげえ、キレキレの修行者みたいなやつしか残んないかと思ったら、カスしか残んねえじゃん。ダークソルどうした？まあ、蹴り落とすの超気持ちよかったな、マジで。まあ、煽れなかったのは残念ですけど、うん、どっちみち勝ってたわ、うん。ホスト相手にエスト飲むってさ、なあ、よく勝てると思ったな、それで。エスト合戦で勝てらずないだろ、チンパンですか、あの方は。さあ、行きますか。さあ、よろしくお願いします、と。じゃあ、延長してくんで、僕もやりますよ、と。さあ行きましょう。この方は普通に行けそうですね。行こう。うわマジか、お前はそういうちょっと5個投げさすか。あれ自分には効かねえんだよな、おかしいよね。もう当たらないと思ったか。お、あなたもダッシュ攻撃好きマンですか。ほい、はい、今度は切る。マジか、俺のが当たんない。なぜ俺のが当たんなかった、さっきの。ちょっといかんな、リーチが、リーチ過信すぎね、キモグマン。ほい、うん、はい、当たんないか。ほんな、魔法のエフェクト出たじゃん、ああいうのさ。なんで当たんないの。うん、今度は俺が当たる。うん、ダメージもいいね。300何本、はいはい、マジか、当たんない。うん、俺の暗月炎茶に恐れをなしているな、完全にな。はい、いやいらね。うん、このダッシュ合戦、パリーマスターだったらすぐ終わりそう。いて、あ、もうなくなったわ。あっち長いな、エンチャ。まあ、エンチャなくなったんで、こっちに切り替えます。まあ、そういう戦い方でいこう。痛えな。残念。ん？うん、急にそんな武器にしちゃう。はい。はい、はい。スタミナがすぐなくなるんですよ、それは。わかる？はい、残念でしたね。おい、残念。パリーしたやつの動きは読めてんだよな。隙が惜しいね。お、なんそれ、残り火、残り火、送り火だっけ、なんだっけ、発火か。まあ、普通にこの後このまま切り合ってもそんなの逃がすと思うね、あなた。残念でした、ありがとう。まあ、全てにおいて僕が上、全く暗月炎茶使ってねえけど直剣強し。直剣普通に強いよな、やっぱり、やっぱり直剣強えわ。それはやっぱね、変わらない、変わらない事実。うん、直剣が強いのは変わらないわ。ちょっとエストが切れるまでやる感じなんで、エスト切れるか僕が負けるまでやる感じなんで、ちょっとエストをこれでね、この恵みの祈りでしたっけ、それでちょっと多少は節約しながらいきましょう。なるべく勝ちたいんでね、なるべく勝ちたい、負けたくない。あー、でも中回復もあるからまだ大丈夫かな。うん、まだいけますね、死ななければね、僕が。うん、いいね、結構恵みの祈り、回復いいね、回復量いいわ。オッケーオッケー。まあ、さっきのね、あのなんかもう変な、僕が蹴り落としたやつでちょっとエスト使っちゃったからな。無駄エストで、無駄エスト、まあ、
あの動画最高の、もう最高のあれだな、退陣になったな。逆にあそこ最後蹴り落とすとか、落ちが良すぎるでしょう。開きましたね。お、鎌か。しかもあのフリーでのじゃなくて、あれじゃないですか、あの鳳凰騎士でしたっけ。うん、いいね、センスがいい、非常にいいセンスしてますわ。さあ行きましょう。あれは確かエンチャできなかったから、あ、それがエンチャ代わりなのかな。コイルが上がるんかな、あれ。あれ当たる。マジか。ちょっとラグいんですかね、あれ。ちょっとラグいっぽいな。はい、うん、なんかラグいよね、当たった感じが。カマはブンブン来るからな。カマ2段階のパリできるんですかね。うん、ロリガリが怖い。ロリガリが、あ、来たね。で、大体こう持つでしょ。 OK。 あ、マジか、ラグいな。いいか、振り終わりをダッシュしたいんだけど、まあ多分パリそれじゃできない。中立では、中立小立では、うん、諦めたね。相当うまくなってできないと思いますね。いいか、見つかった。うん、あのあれはダメだったな。さあスパーマついたのかな。あ、なくなったか。よし、じゃあこれにします。いて、やべえ、めっちゃ効いたな。うん、おお、やべえ、動きがなかなか。 OK、 あと一発か。あと一発だったら物押しでいっか。 OK、 危ねえ、ありがとう。なかなかいい鎌使いさんだったな。鎌の分もやっぱ侮れんですね。リーチとドリガリが優秀な気がするわ。さあ一回飲んで、多分中回復だったら全開いけんじゃないかな、こっからでも。うん、いいね、いい回復量してるわ。 OKOK、うん、で恵み使っといてと。さあ、うん、こういうのはあれだね、あの悪霊呼んでからやれって話だよね。狂った方呼ぶか。これ呼んだか、呼んでないかな。狂った方呼んでないよね多分。よし、さてさて、よし、全開になったな。 OK。 なんか暗月エンチャーで決めるより、なんかロスリックの、雷のロスリックで決めてる気がするけど、まあ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 、まあ、強いというよりね、おしゃれさを見せたいんでね、僕は。あの新しい武器のね、キノコマンはあの見た目にこだわるタイプだから。うん、見ればわかるでしょ、この生かしたこの外見見てください皆さんね。うん、どうですか、髪の、もう暗月エンチャが最も似合う男、キノコマン、うん、これ立候補したいね。僕より似合うと思う方もいたら、どんどんもう相手しようぜ。暗月エンチャおしゃれバトルしようぜ。ファッションショーみたいなね、暗月ファッションショー。さてさて、まあなんだかんだでね、なんか雷の剣と、うん、同じ奇跡のパワー、そこまでね、あのアップ量、攻撃力アップ量そこまで変わらんらしいんでね。なおかつあのなんか見てたら、雷耐性低い防具の方が多いらしいから、正直雷の剣の方が優秀とか書いてたんだけど、そんなのは知らない。全てはおしゃれさのためにある。そう、これのためにある。うん、生かすね。うん、いいでしょこれ。かっこよすぎんだろ。片方何あれ、片手は何だあれは。お、うん、あれパリできるやつじゃないよね。 OK、 うまいこと入れた。ブンブン、やばい、あー違うか、爆弾か、あれかと思った。決闘の正々堂々決闘しようぜってやつかと思ったら違うね。まあダメージは結構いいですよね、300入ったら。この出のね、速さで300入ったら十分。まあ相手の防具にもよりそうですよね。届かんか、さすがに。うん、完封しちゃうよ、完封。うん、完封で後出し完封して、後出し完封しちゃいますよ。うん、なかなか追い打ち、ダメか、追い打ち期間か。うん、なかなか慎重になってきたな。あ、集中力切れてきたか、棒立ちで当たっちゃって。まあ、あとこれが範囲すごいよね、結構ね、この居合。残念、その後は隙だらけになる。あれ、隙だらけにならない。あ、終わった、終わっちゃったか。なら直剣でいくか。いた、やばいな。うん、直剣の方がやりやすかったかな、この方にとっては。あとはもう暗月、これでこれで一発決めたら終わりなんでと。あら、マジか、よく避けれたなあれ。ほい、んなかなか当たんねえじゃん、やるじゃん。その残念、ほい、 OK、 また僕がダッシュすると思ったが、ありがとうございました。
よしよし、追い打ちにはやっぱ、まああと一発で死ぬぐらいやったらもう直剣よりもこの何もついてなくてもいっか、何もついてないあ物押しでもいいでしょう。もう飲んどっか。また暗月炎茶もあと3回ぐらいじゃできねえしな。これちょうどね150にしてるんで、あの FP をね、なんで3回あと暗月炎茶できると、特にあの居合とか使わなければ。あ、できなかった、召喚できなかった。まあでも結構勝ててんじゃないですか。多分これ深夜帯なんでね、あの夕方のサリューラよりか強いと思うんですよ。大体僕の経験上ね、夕方サリューラはね大して強い方いないんですけど、夜は強い方多いんで、それで結構勝ててるんで、どうかな。どう、皆さん見た感じいけてる、いけてる動き、ただうざい。ただうざいだけ、まあ、それでもありだな。僕は基本悪霊なんでね、ただうざいだけでも全然いいです。うざい動きをしたいんですよ僕は。これでうまいこと手応え感じたら、もうまあ手応えビンビンだけどね、うん、手応えしかないけど今のところ、こんだけ連勝できたらね、うん、起きたね。なんで森に行っても楽しめそうだな。やっぱ僕は森に行きたいんでね、やっぱりサリューラルも。さあ続きいきましょう。僕の方が防御力も高そうだし、あっちはあれか、刀の出血炎茶か。出血はねそこまで当たんないといけないからな。あとパリングダーガーってやつか。 OK、 範囲広いよな本当に。強すぎるなマジで。刀同士だったら勝てる気がしない、負ける気がしないな。まあ、同じ武器カテゴリーだってやっぱリーチがものを言いますからね、うん、素晴らしいね、うん。まあ、さっき15分のビデオクリップ切れたんで、僕はもう15分間無敗です。そして、あ、そうだ、回復しなくていいからラッキー。ちょっとあと暗月炎茶が切れる関係で、あと3回かな、あと3回勝ったら終わりかな。エストも多分そんぐらいで切れるでしょう、ちょうどいいな。綺麗にエスト使い切って終わるというね、素晴らしいエンドを迎えたい、せっかくなんでね、うん。さてさて、これでもまとめてたらすげえ長い動画になりそうだ、長い動画に。まあいっか、まあ、なんか、あ、お、大かけら、月中、ここ大かけらあったんだ。初めてかもしんない、気づいたの。マジで、そんなことないか。さすがに気づいてるか、何周もしてっからな。お、近くだ。これ近いとこから来てくるのありがたいですね。さあ、オースタイさん、どうも行きましょう。森のオースタイさんの民度は最悪ですけど、タイマーはどうなんですか？民度良さそうですね、うん、待ってくれるあたり。これは黒騎士かな。どう、あれだな、でもあれだ、それ使うならさ、槍使いよって話ね、うん。ここあら、ダメか。さてさて、ほい、ん？ん？なんか動きがどうした、動きはどうした、動きさんどうしましたか、ちょっと困ったけど、うん。ほいほい、この追い打ち強さね、うん。ほっほっ、おっと、ダメか。さすがにリーチ長いって言ってもね、過信しすぎはいけない。あら、当たんない、うん。縦振りは大して強くないよな、刀遅いし、うん、これスパーマで負けるしね大体。ローリング行為してるかパリちょっと狙いたいけどさ、さすがに僕が縦構えたら、うん、これちょっと切れたんでこっちにしとくか、うん、いいね、うん、なるほどね、それをしてくる。ダメか、読んでたんだが、だからもうスタミナがないだろう、うん、なるか。あれ取られ、うん、いいね、当たってないか。音だけ激しいな、雷のやつ、いかんな、これただのあれだな僕。オッケー、パリ気持ちいい、お疲れ、ありがとう。どうも。さてこれで一回飲んで、あー、もうどう、あと、あと一回できるな、よしよし、もう恵みはやめとこう。さあこれで勝っても負けてもラストってことでね、あ、ちょうど一つサインだし、この方でもう切りよく、もうあのサリウラのサインもなくなるわ、あーな、あー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 だな、これ
なんだよ、サリウラのサインもなくなる、僕のエストもハイエストもなくなる、やりたかったのに。あ、できるじゃん、まだ。よし、いける。うん、できない、みんなもう求めてる赤サイン不足ですよ、サリウラ。どうしたねえ、ホストの方が多いってことか。このこんだけ取らすぐ取られるってことは、赤サインが少なくてこの待ってる方が多いのか。うん、あ、いた。うわ、すげえとこある。ちょっと端っこにある。よし、 OK、 いけたいけた。よし、ラストいきましょう。勝っても負けてもこれラスト、これ勝って終わりたいな、なんなら気持ちよく。ちょっとスタートがね、ちょっと気分悪かったんでねスタートが超気分悪かったんで、うんちょっとあれだな、終わりは気持ちよくいきたいね。うん、さすがに終わり良ければ全てよし言うしね。うん、あいつの顔も完全覚えたわ、あれ。なんか名前もちょっと気持ち悪かったし、ポポなんたらっていう、なんだお前、あの紫マン。皆さんも気をつけて、このサリウラに、あの紫キチガイサリウラの紫キチガイ気をつけて。さあ行きましょう。ありがとう。うん、やっぱ民度そこまで悪くないね。うん、さあやりますか。たまたま初めの方に変な人が集まっちゃったんだな。よし、行きますよ。ほっ、あ、それスパーマが強いやつだよね、かなり。やばい、あれちょっとやばかったな。ダメか、パリしてこなかったな。パリ狙ってると思うんですけどね、ちょっと大きめのやつ振って、この後とかパリしてくんじゃない。結構慎重だな。猛者狩りですよね。パリしてこないね。パリをちょっとちらつかしてるだけな感じかな。そういう戦い方も危ねえな。ありだから、あるからな。あー、でもやってくるか。普通にただ反応できてなかっただけか。ローリング攻撃好きだね。うん、ローリング攻撃マジ好きだな。これはパリしたいな。お、うん、いた。カウンターで入った。いて、あ、ちょうど切れちゃったな。あんまあんまだな。お、はい、オッケー。はい、ありがとう、ありがとうございましたと。ってことでね、あのハイエストも切れたんで、暗月炎じゃできないんで、これで終わっときます。うん、あんまりね、なんか、勝ったときこの姿、オーナイ。勝ったときロスリック剣持ってんの、オーナイ。暗月炎じゃおしゃれとかめっちゃ押しといて。まあ、おしゃれだったでしょ、皆さんね。うん、まあまあ、そういうことよ。うん、まあ、でも、サブが大事ってことは皆さん。まあ、ということでね、次からこれで森も行きたいと思うんで、皆さんまた森でお会いしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。なんということだ。サリウラの猛者たちを相手にしても、このキノコマンは死ぬことができなかったということか。この自分の暴走を、おい、ファントム邪魔だな、ちょっと待てよ、あのファントム、おい、ちょっと、おい、うぜえな、うぜえな、おい、今ちょっと入ってっから、おい、キャラ入ってっから、おい、もうかかるみたいでどっか行きなさい。うん、そう、あの時、今日はもう、もういいよ、もう一回やろう。なんということだ。サリウラの猛者たちを相手にしても、このキノコマンは死ぬこともできなかったということか。もはやこの自分自身の暴走を止めるには、森に行くしかないということだな。森ならこのキノコマンを止めてくれることだろう。いつからだっただろうか、このキノコマンが狂ってしまった異常な力を手に入れたのは。そうだ、この暗月炎者を手に入れたあの時からだ。以後回想。ヨルシカちゃん、キャー、変態よ、近づかないで。違う、俺だよ俺。あんたなんて知らないわよ、そのいやらしい舌で私のことベロベロ舐める気ね。兄さん、この変態早く殺して。兄さん、待って、兄さん呼ばないで。ほら、俺だよ。おいだよ、キノコマンね、知ってるでしょ、キノコマン。なんだ、キノコマンか。変な格好で来ないでよ、紛らわしいわね。で、今日は何の用？用がないならさっさと帰って。うん、もうキノコマンなんか来てほしくないんですけど、この私の部屋に汚れるでしょ。相変わらず冷たいな、ヨルシカちゃんは。今日はいいもの持ってきたのに。またセンス最悪のプレゼント持ってきたの？あなたの修学旅行で木刀を買うようなクソセンスのものもらってもね。
いやいや、今日はいつもと違うから、まあこれ受け取ってよね。え、これ薬定じゃない、しかも30個も。一体どうしたのこれ。へへ、ヨルシカちゃんのために頑張ったのさ。すごいじゃない、キノコは見直したわ。へへ、よせやい、照れるじゃないか。ほんとすごいわね、こんなにたくさんの耳、ヨルシカ初めて。 お返しにこれあげるわ。マジかよ、ありがとう。まさかヨルシカちゃんからお返しもらえるなんて、一生の宝物をするね。やったぜ。でも本当に大変だったでしょう。暗月の剣になって悪霊を倒し続けるのはね、本当偉いわ、キノコマン。悪霊ね、うん、大変、うん、大変だったわ、うん、本当大変だった、悪霊倒すの。ん？何その歯切れの悪い返事は。キノコマン怪しいわよ、何か。いやー、まあそのなんていうか、実はさ、ん？キノコマン？ん？キノコマン？あなた、その後ろにある大量の荷物は何？ちょっと見せなさい。これ？あ、これ？あ、この荷物？うん、なんでもないから、なんでもないから。あ、ダメダメ。あ、やめて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 、ヨルシカちゃんやめて。そこ、そんなとこ触らないで。いいから見せなさいったら、もう、うわー、やめてくれー。なんなのこの、まさかあなた、なんなのこの銀騎士の、これは何？銀騎士の装備です。見ればわかるわよ。あなた、まさか銀騎士を借りまくって薬定を集めたの？あ、だから初めのあのミミックの頭で、あの運を上げてたのね。まあそのあんまり暗月呼ばれなくってさ、かそってるっていうかさ、みんなあんまり青京のね、あのエロシカちゃん総長とか言っちゃってるけど、なんかあんまり求められてないっていうか、言い訳はやめて。だからって罪もない銀騎士をこんなに、この下道、鬼畜、変態、ダメキノコ。なんだよその言い方は。なんだよエロシカちゃんよ、俺はおめえが薬定欲しいって何回も何回もしつこく言うから、長い時間かけて頑張ったんだぞこの俺はよ。んー、それをなんてひどいことを、ふん、こう言われるのも自業自得よ。ああそうかい、ああそうかい、分かったよ。なら今からお前に怒ることも自業自得だからな。ええ、キノコマン、いきなり武器出して、まさか、やめてやめて。許さねえぜヨルシカちゃんよ、どうなっても知らねえぜ今このキノコマンがね。うん、やめて、来ないで。兄さん助けて。おお、兄さんか、最後にいいこと教えてやるよヨルシカちゃん。お前の兄さんはさ、すでにエルドリッチにドロリッチされちゃってんだよ。最近見ないと思ってたら、そんな兄さんがドロリッチされてるなんて。助けが来なくて残念だったなヨルシカちゃん。そしてお前もすぐ兄のもとに送ってやるよ。キャー、やめてー。あー、俺は一体今まで何を、ヨルシカちゃん、このアイテムはまさか、まさか我を忘れてヨルシカちゃんを殺してしまったというのか。キノコマンはなんてことだ。うわー、許してくれどうも、改めましてかりんとうです。皆さん、ちょっとね、告知があってちょっとこういう動画を作っております。ただいま、それより初めに、
皆さん今これを見てくれている皆様は、先ほど流れていたとんでもない茶番を見てくれた方ですよね。よく耐えられました。あなたの精神にコングラチュレーションです。もうね、半月演者撮ったの嬉しくて、もうね、茶番作らずにはいられなくてね、ごめんね、なんか見せちゃって。 あとですね、なんとですね、このキノコマンことカリンと、チャンネル登録者数が100人を超えたということで、本当ありがとうございます。皆様本当ありがとうございます。なんかもう本当クソ動画のね、代表格だと思うんですけど、ダークソウルの中でね、僕の動画は、素晴らしいね、100人もね、とんでもないやつがいたもんだよ。ごめん、嘘です、嘘です。ありがとうございます、本当に。ね、その登録してくれた方たち、ライブ最近してて、で、ライブで、おめでとうって言ってくれてたんですけど、改めてね、動画でもやはり、お礼言いたいなということで、このような感じで、今、ね、真剣なトーンで、いつもにない真剣なトーンで、私、かりんと皆様に礼を述べております。ありがとう、本当に。で、ということで、ちょっとイベントをやろうかなと、対人イベントやりたいなと思いまして、ね、あんまりね、侵入ばっかしてたら、皆様ともね、触れ合いがあんまりないんで、たまに一緒になったりするんですけど、侵入で、リスナーさんと、まあ、それ以上にね、もう、皆さんと遊びたいということでね、このかりんとが、きのこまんが。ということで、そういう感じで、サリウラで対人イベントでもしようかなと思って、ね、最近サリウラかそってるんで、これ見てもらったら分かるように、そういうのもね、含めてちょっとね、活性化させようと、サリウラをね。ということで、ですね、この、今日が何日？12月も今、1日になってる、1日の木曜なんで、3日かな、12月3日の土曜日にの夜10時から。ちょっと夜じゃないと僕基本的に動けないんで、10時からちょっと遅くて申し訳ないんですけど、10時からここサリウラのこの場所、もう合言葉マッチングするんで、全然他のサイン気にせずに、書いてもらって、まあ、合言葉マッチングで書いてもらって、それを僕が取るという感じで、合言葉をですね、まあ、これいつもあ、ちょっとこれね、書いとけよと、先に用意しとけよと、そのツッコミ、皆様今バンバンしてるでしょうね。さっきやっときゃ段取り悪いな、クソキノコっつってね。キノコ、キノコね。で、キノコ、最高で、キノコ35、キノコ最高って呼んでるんですけど、僕は。これで、この合言葉で、書いていただいた方のサインを僕を順番にね、取っていきます。もう何回でも書いてくれていいんで、しかも、なんてか何回でも書いてくれないと、多分すぐかそっちゃうんで、僕のね、所詮ね、大したもう弱小配信者なんで、僕なんかは、ね、皆様のね、ぜひともこのイベントをね、成功させるためにね、皆様のお力をね、もちろんチャンネル登録してくれてなくて、この動画見ててくれてる方もね、僕のこと腹立ってる人いっぱいいるでしょ、多分。キノコマンボコスチャンスね、そういうあなた、キノコマンをボコボコにするチャンス。なんで、ぜひね、書いてください。登録してくれてる方以外でもね、もう大歓迎です。もうね、僕を倒しちゃったら煽るのも全然いいんで、煽っちゃって全然いいんでね、ぜひとも来てください。もう仮にね、全然人来なかったら、もう涙を流しながら僕はここのサインを取ります。全然ないけどな、これサインな。もしね、誰も、めちゃくちゃ人が少なかったら、とか、すぐ、だいたい2時間ぐらい毎回ライブするときはしてるんですけど、2時間以内に、その皆様のサインが、マッチングしてくれてるサインが消えちゃったら、あと残ってる時間はサインを、サリウラの野良のサインで、対人ライブみたいな感じでやろうと思ってます。だいたいね、2時間ぐらいやってるんで、ライブはその流れでやりたいと思います。で、ちなみに、合言葉マッチングでサインがある場合は、僕はもう寝ずに全部取ります。全部、何時間かかろうが、その日はもう朝までかかろうが、サインが1つでもある限り、もう僕は取り続けますんで、その日はね、2日後の土曜日はね、12月3日というね、もう恐ろしいほどのね、覚悟でね、大したことねえけど、望むんで、本当にね、感謝の気持ちを表したいんですよ。ということで、皆様、ね、再度言いますが、本当ありがとうございました。これからも、キノコマンとカリンとよろしくお願いいたします。ぜひ遊びに来てください。ということで、さようなら。手振りたかったので、こうなった。まあいいでしょう。